南口改札口リニューある前の改札口中間改札方向き回し線後の車止め反応駅は埼玉県反応市中町にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は s i 2 6折り返し型のスイッチバック方式に線路が配置されていることやかつて貨物の取り扱いが盛んであったことから広い構内となっている。 セメント輸送がなくなり線路や設備はある程度整理されたが、駅西側には貨物の取り扱いをしていた頃に、機関車などが使った木回し線が長らく残存していたが、現在は撤去されて消防署の敷地の一部となっている。北口側には西部反応ステーションビルが建設され、西部プロパティーズが運営するショッピングモール、西部反応ペペなどがある。以前は、 反応プリンスホテルもあったが、現在は、ホテルヘリテージ反応 STA となっている。また、南口が追設され利便性が向上した。駅の構造の関係から、列車のかなりの本数が当駅折り返しであるが、当駅、我の間も池袋線である。東京地下鉄有楽町線、副都心線からの直通運転は、当駅までとなる。反応駅管区として、 武蔵藤沢駅高麗駅間の各駅を管理している。単式ホーム1面1線、島式ホーム2面3線に、駅南側に、側線3線を有する地上駅であり、京城駅舎である。南口側から1番ホーム2番ホームの順に、不番され、北口側が特急専用の5番ホームである。 西部秩父方面の列車が主に入線する2.3番ホームは1本の線路の両側に位置しており、車両両側の扉を開けることで1.4番ホームに入線する池袋方面の列車と対面乗り換えができるように工夫されている。駅東側の線路配線は池袋、西部秩父方面の列車が同時到着、発車ができるように改良された。 かつての貨物輸送に使用した側線や引上げ線が駅南側や西側に残されているが、引上げ線との境にあった区外稲り踏切は撤去されている。改札内コンコースの5番ホーム側には中間改札があり、ここで特急券の所持をチェックしている。5番ホーム入り口の係員に特急券を見せて通過する形式となっている。特急券。 チケットレスサービススマズの場合は係員に購入履歴画面を提示して通過する。中間改札手前にも特急券の券売機があり、コンコースでも特急券を購入することができる。トイレは改札内コンコースにある。ユニバーサルデザインの一環として多機能トイレも併設されている。多機能トイレ内に非常用の係員に呼び出しボタンは設置されていない。 有料座席指定列車 S トレーンは土曜、休日ダイヤの未当駅に入線し、上下列車とも停車する。また、一往復分は当駅発着となる。校内店舗の詳細は、西武プロパティーズ公式サイト、反応駅の店舗情報を参照。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。南口ロータリーの中央には、 夢馬という世界一大きい木馬が2004年7月に設置された。2005年にギネスワールドレコーズ認定されている。西武バス、国際工業バスイーグルバスの路線が発着する。駐車区 ABC 一部便のみ経由一部、中東泊まり出店。ありがとうございます。